はい、フォロワード76ぬかワールドオンツアー続きやっていきたいと思います。ですね、時間が時間なんで速攻いきたいと思います。今59分ですね。そう、18日になります。続きやっていきたいと思います。ちょっとね、今日は遅めなんて、遅めじゃないか、同じくらいの時間なんだけど、その時間の入りのタイミングがね、ほんと最悪。もう入った瞬間に0分のねイベントが始まるんじゃないかという感じなんだけど、またちょっと下がね怪しい感じですけど、今日もまあ毎日ですけどね、結構もう飲んでおります。ハイボール4杯目ですね。4杯目濃いめに作って配置してやっていくんだけど、とりあえずデイリーだけ済まして、あとシェルターの方にこもってね、のんびり音楽聴きながら飲もうかなと思ってんだけど、とりあえずなんだ、はい、今ちょうど21分じゃなくて0分です。スピンザウィール始まったね。とりあえずここに入っていきましょう。速攻参加していきましょう。よし、よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。頑張っていこうね。はい、本日のデイリーとか全然見てないな。ですね、ちょっと説明があるんで、肉がメインの料理を食べる、デイリーチャレンジ5つ、レベル、これも簡単なら、オーディオホロテープを集める、結構転がってるよな。ヌカコーラクワンタムにモールマイナーを倒す、レニザレ少々を集める。モールマイナーを倒すともう核が落ちれば一発で終わるよね。はい、そんな感じです。頑張っていきましょう。いやー、ラットトードスーパーミュータント、結局バレるからさ、行こう、よろしくお願いします。いねえぞ。お、レベルアップ、いい感じ。オッケー。いやー、今日はさ、夕食にさ、焼き鳥5本買ってきたらもうお腹いっぱいでね、やべえわ。カップヌードルも一緒に食べようと思って袋破って用意したんだけど、もうなんかハイボール3杯飲みながら焼き鳥パクついてたらダメだわ、しょぼいわ自分と思いながらね。抜かないっしょ。さて、素材はいただいて、うわもうお腹いっぱいじゃなくて手荷物いっぱいだ。レジェンダリー入手。うん、これで今日の分もレジェンダリーのね納品のやつがまたリセットされてるからいい感じよね。ちょっと時間が余裕あるね。回収してもう一周してきたかな。529か、手荷物。一応ちょっと見ちゃおうか。アイテム。わあ、余計なものいっぱいあるな。結構重いね、やっぱミサイルランチャーおめえわ。あと、いっぱい料理もできそうだね。じゃあちょっとハイボール。あー、濃いわ。何が出るかな。ビブナータ、意味がわからんのだが、
意味がわかんねえ。フォトランドキャップじゃないし、なんかのやつなんだろうね。モニュメント的な。また さっきと一緒じゃねえか。まあまあまあ、美味しいからいいんだけど、経験値も。590だもんな。492 944。 何やってんの。うわー、そっか、AP が減りすぎて。大丈夫、行く。お疲れさん。いやー、もう4分の1は稼いでるね。大量大量。ご機嫌ですわ。他のパーティー面いるのかな、近くに。一応ピットもたまっ、そう、昨日もあの後ちょっと頑張ったんだけど、一応さ、終わらしたんだけどね。めちゃくちゃ眠かった。クアンタムねえじゃん。クアンタムねえじゃん。倉庫にあったかな。あ、倉庫になんか6本以上あった気がするから、クアンタムに関してはいけるしね。で、デイリーの、あの右のとこに表されて、クイーンオブザハントも、全部回らなくてもいいやつだもんね。ベータ地点で何か発見できればそこで終わるし。何？はーい、いかがでしょう。そこばっかだよな。またラトトーロ。資金チョイス、チェイス。最初のあれ以降見つけたことねえんだよな。いねえもんな。一応みんな探して、真面目だなみんな。自分も一応うろうろしてるけどさ、見つけたことねえんだ。はい、ちょっと AP。 はい、お疲れさん。最後、大型ボスか。アンサーラブマイセルフ、お願いな。スカッチ？また。なんか毎回スカッチな気がするんだけど。グラフトンモンスター。本気。お疲れさんでした。ありがとうさん。え、まだいる？まだいたみたい。ててんてん。はい、お疲れさん。で、ぬかケイドポイントどのぐらい溜まってんだろうね。わからんけど、ちょっと確認しに行きましょう。キャッピーのバックアップレイヤー。もうどれを入手してるかわからん。
ワッカースマッカーは占いかんっていうのは認識してるけど、レジェンダリーのとこいっぱいだし、先にこっち行くわ。よし、ルカワールドオンツアーへよし、行ってきましょう。ラジウムライフル49、49、49、49、49に28、もうこれだけでさラブタップもいらねえな。260、すごくない？あとアーマーの方がこれか。あと312。うわー、水がいっぱいありすぎる。もうこれだけでさ終わっちゃうよね。うわー、なんか余計なもの多いし。開いてる？開いてねえじゃん。はい、どうしたどうした、なんかバグってる？で、大量に入手した弾も入れちゃって、違う、あー、地味にレールスパイクの弾が結構なくなっちゃってるね。よし、じゃあ、この後クランベリーレディッシュ取って、あとそのね、クランベリー取ってクランベリーレディッシュ作って、寝て起きて音楽ドラムセットやってる時に録画再開じゃなくてね、そこまでカットしたいと思います。はーい、そんな感じで自宅に戻ってクランベリーレディッシュ作って、ベッドで寝て、今ドラムでちょっと休憩中ですね。はい、そんな感じでクワンタムは速攻終わりそうだし、肉がメインな料理を食べる、これもね今結構、いやーちょっと待ってよ、よくよく考えたら卵系が多いかな。一応発酵系の肉のやつもいろいろ入手してるとは思うけど、どうでしょうね。はい、よっしゃい、とりあえず達成できるかわかんないけど食べましょう。デスクローステーキ1個目、あと9つ、はっ、いけるだろう。オムレツは無理だろう。糖度のグリルはいけるはず。ラットローチもいける。カニ肉はどうなのかな。あ、達成しました、無事達成しました。じゃあとりあえず俺のこと、いやあんた、オッケー、そんなとこだ。相棒のクエストもやりましょう。はい、あとはダービーマシンして、あ、忘れた、ヌカコーラクワンタムね。クワンタムあったと思うんだけど、あったね、よかったよかった、クワンタム、クワンタム、ニコルよかったな。またさ、今後絶対あるよね。クワンタム系は、結構、ヌガコーラ系は結構ね、じゃないけど、1個1位だからね、重さが。もう入れちゃいましょう。普段飲まない分はね。あと、蜂蜜、うん、蜂蜜も案外重いな。これもぶっちゃけ10ぐらいしかいらないんだよね。よし、じゃあやっていきましょう。ランク42達成。はい、よし、ふん、続々達成してるぞ。うん、いい感じだな。オーディオホロテープを集める。あとアトミックショップ、さっきもらってなかったな、ちょっと急いでたからさ。キャップ、オッケー、ホイジャマー行きましょうか。とりあえずこっから行こうかな。あ、レジェンダリー忘れてた、レジェンダリー持ったままだったな、さっき。まあでも180ちょっとだから、荷物的に40ぐらい余裕あるのかな。はい、
やっていきましょう。ここはね、指定された場所まで行って、そしたら近くにいるから、それを殺して、細胞をね、ちょっと取って、報告するみたいな。いやー、もう目の前じゃねえか。誰誰？あ、殺しちゃった。DOS。480、美味しかったけど。いただいておきましょう。さすがにさ、ヤオ具合では、ダメなんだよな。一応リロード、まあ、一分、全部ちょっと、リロードして、なになに？候補者。ごめんな、殺しちゃって。よっしゃ、行きましょう。びっくりすんじゃん。ブラッドイーグル。使った分のスティンパックもらっていくわ。まあこういうこともあります。まあ爆発武器なんで、近くの敵がね、範囲攻撃になるからね。ごめん、ほんとごめん。で、BOS のさ、拠点に行ったら襲われるとかないよね。はぁ、あ。ワイルドワイルドウエスト発生しちゃったなぁ。これ終わったらそこ行こう。到着。なんだろうな。デスクローだって、発光デスクローだって。オッケー。うん。いかんかったな。もう一個の方だね。よし、このまま向かっちゃいましょう。やっぱね、ヌカワールド。オンツアーのイベントを最優先ってことでね。やっていきたいって思いますけど。道中は比較的ランダムなのか、あ、ネット調べればわかんのかもしれないけど、ツイッターとかもちょっとチェックしてないからね。もしかしたら0分と20分とか40分とかそんな感じで、20分間隔で、発生してるのかもしれない。そんな感じね。わからんけどね。それか0分は確定で他はランダムなのかもしれないしね。まだ納品誰もしてねえな。さっき今のオレンジ色のさ、ランタンの色でホロテープを思い出した。ホロテープだからなんかどっか建物入ればあると思うんだけどね。納品。結構頑張ったね。この田舎者め。ああ、一応左上に表示されるんだ。これ達成できんじゃね？ 90 ぐらいあるでしょ。もう2人いるから600いったね。オッケー、お疲れさん。ありゃ、センクス。
なんとてこっちまったく素晴らしい。全くいねえんだけど。そう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 、20分間隔ならなかなかさ難しいよね。ピットに行くタイミングも一応ピットも急げばなんちゃらなんちゃらデューってやつなら1個目のやつならもう10分ぐらいで終われることもあるからいいんだけど、まあピットは経験値も美味しいからね、もう日課的な感じになっちゃってるのもあるけど、だって可能ならば4万だからね。来たね。おめえら邪魔だぞ。わわわわ、当たった当たった当たった、オッケー、行くぞ急げ。レジンダリ先にビッグアイロン以外を、おい当初ごめんな、あ間違えた間違えた間違えた、言っていながら間違えた。いや軽いの多かったから良かったね。 OK、 お疲れさんでした。で366、手荷物多いな。あらあら、こんにちは、楽しんでる？そういうことか。これも半分レザーライフル、レザー、あ、もうダメだ。ああ、ここが重いんだ。まあ、知れてるけど。よし、じゃあさっきの続きやっていきましょう。ここね。レッドロケットコア回収する。まあ、ちょっとめんどくさいからやめとこう。さて。最後はね、どんなサプライズモンスターが登場するのか。普通のやつじゃないと思うからね。この間みたいに宇宙人とかね。行きましょう。迎えましょう。合ってるね。うん。気づいたら。気づいたらこ、そうそうそう、これもな処分するの忘れた、処分っていうか倉庫に入れるの忘れた。というのもモグラ叩きゲームやるためだけに入手した感じは、入手したっていうか持ち出した感はあるからね。うん、騒がしいとこからこう静かなさ、このフィールド探索的なクエストがまた癒されるよね。ダメでした。もっといっぱいいたよ。やばいやばいやばい、リロード。うん、ハニービーストが大量にね。うわー、また効果40くらいしそうな。よかったよかった、まだ歩ける。なんだかんだ弾が168発になっちゃった。これからまた40発ぐらい使えそうだし、
で、リロードしたら120発だし。なんだ、お前か。お疲れさんでした。サンプルで、これを納品して終わりです。うん、あっさりだけど、なんかホロテープ探したいな。ザ・ピット、ピットのさ、どこにもホロテープいろいろあった気がするけど、もう一匹いることない、いつも。はい、お疲れさんでした。じゃんじゃんじゃん、また重そうなのくれるな。まあクレーターに行ってクエスト受けて、ファンデーションに行ってクエスト受けて行きましょうか。うん、で、その二つをやってると10分ぐらい過ぎると思うから、今30分なんで、40分。40分で、ぬかワールドオンツアーのイベントが発生しなければ、20分間隔じゃないっていうのが証明されるけど、でも、さっきの20分の時に来たから、多分20分間隔が正しいと思うんだけどね。ターゲットのな、よろしい。以前はもししたい。よし、あとはファンデーション、なんかいんな。ここに行ってついでに殺しちゃうかとは言いながらも、このハンターと殺すっていうのは時間経過とともに何かモンスターとか巻き込まれ系で殺しされちゃって、何もしないまでもなんか終わっちゃうことも ある感じなんで、そう、急ぐこともないんだけどね。目に入っちゃったから、ちょっとやっていきます。お前、モスマンのカルトでもなかった。知らんけどな。よし、行こう。弾もねえわ。なんかファンデーションにいてクエ受けるって言っときながら、寄り道。またこれが楽しいんだよね。まあでもホロテープのこと忘れないようにしなきゃ。ありそうでないからね。ピットでは間違いなく目撃。うわ、めちゃ飛んでんじゃん。あるんだけど、走るか。だいたい4分ぐらい過ぎたのかな。弾もちょっと作りたいしな。うん、ちょっとこれをちょっとやらない、今やれない、ごめん。ごめんな。ハマってんじゃねえか。え？なんだ？オッケー。あと相棒のクエストか。
弾持ちそうにないな。ないな。時計確認したら今3分、4分になりそうな感じ。なんで、残り、ファストトラベル入れると、5分もない感じなんで、ファンデーションのクエスト受けたら一回拠点に戻って、弾を作ろう。で、願わくば、ヌカワールドオンツアー周辺のね、とこに、レーダーとか移動してくれてると助かるんだけどね。話しかけられないんだけど。ようやく気概のあるやつが現れたか。ちゃんと動いてる最後の浸透キットが消えたんだ。誰かに盗まれたのは間違いない。取り戻してくれたらすごくありがたい。報酬を支払う。そいつは装置、はい、よし、一応あれを片付けろ。あれを直せ。ラジオ入れて行きましょう。さて、ドキドキするぞ。34分。で、拠点にも敵も湧くからね。タイミング悪いと、おいおいってこともあるから。はい、作りましょう。プラスチックはずっと与え続けられる贈り物。ゴー。まあ、このぐらいあれば、ピットとか行っても元を取れそうな感じだよね。さて、よし、じゃあ行きましょう。若干時間もあるから、残りのレーダーの場所、これがさっきのファウンデーションの話だけど、ルート的にここで良さそうだな。36分。案外、自宅にいる時間が長い。まあ途中でもいいからね。ヌカワルドンツアーのイベントが発生したら移動していきましょう。うわぁ、高低差があるな。レジンダリーでしたな、今。アタックドッグ。よしよし。近くに行かないとさっきのやつ回収できねえぞ。わわわ、ちょっと待て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 。経験値、うまうま。ピコピンピコピンになってるぞ。さて、どっから行こう。リロードして、足音聞こえる。いるじゃん、そこに。届いた、サプレッサー派ハープンガンか。うわ、デンジャーデンジャー、2体いるね。
おいおいおい、タレとタレと。やーべ、基本的に不屈はバレちゃいけません的な。ヒューズにミサイルに生前のお金も分解で必要になることがあるから入手しておきたいよね。 OK。 あ、目標、目的達成できた感じね。で、今39分で、もうすぐ40分なんで、もしかしたらぬかワールドオンツアー来るか。経験値うまんまだよね。よし。はい。なんかアプが起動して、録画切れちゃったんで再開するんですけど、現在40分になったんだけど、結局クエストは発生することもなかったんで、でもみんな待ってるからそういうことなのかな。あなたの一日を楽しくしましょう。ね。まあいいや、とりあえずこんだけ発生しないとなると、ザピットの方に行きますか。あー、まあちょっと処分して、349、オッケー。準備がいるな。あ、ついでだ、せっかくここにいるんだから、ぬかケイトポイントどのぐらい溜まったか確認してみましょう。37,000、結構溜まったね。全部読んでるし、入手しなくてはいけないものは終わってる感じか。これも入手してるしね。こっから下はなんか、あ、これだ。読めば終わりだしな。1個目は何だっけ、玉とかだっけ。これありがたいけど、まあいいや、今はいいや。さて、読んで、とりあえずちゃちゃっとピットの方に行ってきたいと思います。はい。そんな感じで、今、ザピット終わったんですけど、1分ちょっと、時間がオーバーしちゃいました。途中までずっと一人でやったんで、助かったわ。ありがとう、皆さん。早速、そのまま、1個やって終わりますか、今回はね。ホロテープも全然探す時間の余裕なかったわ。戻ったと同時に、何かウィールか、
ワイルドワイルドか、発生してるだろう、と思うけど、うわ、もう2分だ。来てるね、来てるね。中のやつか。行きましょう。いやー、だけどちょっと荷物整理してから行った方がよかったかな。マップを返すんで、ファストトラベルができないと帰ってくるのが大変そうだぞ。行こう、急げ。まだ開始2分しか経ってないから、行けるはず。ゴー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 。素敵な乗り物ですね。でもこの私、どこ行ったみんな。どなたか一緒に楽しむような相手がいる。追いついた。どこのデスクローも殺しちゃったのかな。もうオールマイナー。1匹目、2匹目、3匹目、10匹だっけ。達成できた。違うよね、達成できてないよね。たやすく達成できるから入れたかったけど、報酬もらったら終わりそうだわ。はい、リロードしてちょっと確認しよう。うわ、4匹しか倒してないか。お疲れさまでした。手荷物いっぱいになっちゃった。余計なもんここに捨てて、外に出ますか。ラットドードのオムレツ。1個食って、2個食って。これで、これだけでも5だもんな。いけた。OK、出ましょう。ファーストトラベルができないんだが、はい、探索チーム行きたいんだよな。行きたいんだけどちょっと待って、手荷物がいっぱいすぎるわ。うん、ローリングも長い。皆さん同時に戻ってるからだよね。はい、戻ってきました。一応荷物整理して、ラブタップはもうさ、明日処分しようか。ザビットで入手してきたアイテム、ウェバン、いらんね、いらんね。今日は若干余裕あるけど、62か残り。まあもったいないから、合わしとくのももったいないからやっちゃうわ。で、あとはベケットとかさ、その辺の報告もあるし、モールマイナー、うん、オーディオホロテープとかはまあ入手できるかな。はい、まあそんな感じで今回はこんなとこで終わろうかな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。